撮影終了です。みんなすごく可愛くてかっこいい。これぞリズノワールって感じですね。スポンサーと打ち合わせをできたおかげで相手側の要望もしっかり汲み取ることができました。お力添えありがとうございました。リオさん、頭を上げてください。悪いのはこちらですし、いいものを作りたいのは私だって同じですから。できるなら最初からそうしてくれればよかったのに。まったく、今回は振り回されっぱなしだったよ。本当にこの度は申し訳ありませんでした。皆さんには何とお詫びを申し上げれば。お、また見事なスライディング土下座。さすが葵さん、弱点を攻めるのに容赦がないですね。心もまだまだ未熟です。葵さんを見習わないと。土下座はやめてよ、もう怒ってないから。でも少しくらいは文句を言ってもいいでしょ。ごめんね葵、あなたのことを振り回したのは私も同じよ。お互いに思ってることを言っただけでしょ。ただリオ、後で。えい、リオさん、ダボン。え、私今なんでプールに突き飛ばされたの。心、あなたって子は。あ、葵さんもごめんなさい。えい、ダボン。うわなんで僕まで。まさか頭を冷やせってこと。あ、でも冷たくて気持ちいいな。お二人とも、せっかくのプールなんですよ。無事撮影が終わったことですし、夏を楽しまないと。私も先輩たちと一緒にプールで遊びたいなって思って、つい。でも突き飛ばしちゃってごめんなさい。調子に乗りすぎました。あのプロデューサーさん、ごめんなさい。少しだけプールをお借りしてもいいですか。もちろんです。このプールは撮影のために終日開けてありますし、撮影も終わりましたから。それじゃあお言葉に甘えて少しだけお借りしますね。ココロ、こっちに来なさい。はーい。リオさん、なんでココロの手を掴むんですか。うわー、プールに引きずり込まないでください。リオったら、あんなにはしゃいじゃって。うさ、アイもこっちにおいで。ほら、僕と手をつなごう。はい。なんか手を握る力が強いですけど、葵さんはああいうことはしませんよね。もちろんするよ、だってこういう時のお約束でしょ。わー、やっぱり4人が遊ぶ光景、なんて美しい。シーンをカメラに収めておかないと。今日は東京シーサイドとのタイアップ案件以来初めてのライブバトルですね。この新しい衣装、ステージの上でも心の可愛さが一層引き立ちますね。はいはい、可愛い可愛い。心最高。何ですかそのいい加減な反応は。先輩たちだってこの衣装気に入ってるくせに。そうね、今回のタイアップ用に作った衣装だけど、素敵な仕上がりになったのは確かね。タイアップの評判は上々だし、人気もさらに上がった。トラブルはあったけど、この仕事をやってよかったわ。僕たちが遊んでるところまでこっそりカメラを回して CM に使うとは思わなかったけど。カメラを意識していない私たちの自然な姿も取り入れて、いい CM に仕上げてくれたわ。なかなかのやり手ね。さあ、今日のライブバトルも勝つわよ。私たちが次のビッグフォーになるために。頑張ってください。リズノワー、咲き誇れ。お、あのプロデューサーさんもいますね。サイリウム振ってます。関係者席なのにすごいテンション。無理にテンション上げてたって言ってましたけど、やっぱりあれが素なんじゃないですかね。今日の相手は今年デビューの新人アイドルよ。でも手加減はなし。相手が誰であれ全力で行くわ。当然、それが僕たちリズノワールの流儀だからね。それじゃ行こうか。